こんにちは、アンキロン TV です。先日ぐらいまではですね、久留米の、補強のメスを、動画でですね、お知らせしていたんですが、今回ようやくですね、私のメインのブリードの、になるんですけど、おー来ました、写真入りです。はい、もう見れば一目瞭然ですね。はい、森田ゴールドですね。はい、じゃあ森田新平さん、私勝手に巨匠と呼んでますけども、川西は私の動画を見てる方はご存知だと思いますけども、東北の虎様と、こちらの、川西森田ですね、本家からの、個体のブリードというのが、ほとんどメインになっているということです。はい、で、今回の、補強というかですね、は、幼虫です。で、実は去年とか GG85DG はですね、書類で、補強させていただいたんですけども、今回はなかなかですね、そのタイミングがうまく合わずですね、幼虫取ったり、なかなか取れなかったりとかね、産卵セットを何度も、果敢にやってたっていうのもありまして、なかなか取れなくて、うまくこっちの方にですね、補強の方に行けなかったというところで、ようやく、ここで初めてですね、森田さんの方から補強させていただきました。はい、補強させていただいた個体は、DG83 系ですね。GG じゃなく今回は DG ということで、去年もDG は、全部で6頭ですかね、33で6頭ですね。 GG の方が6頭で、合わせて12頭補強させていただいたんですけども、今年はまずこれから多分もしかしたらまだ行くかもしれないんですけども、ちょっと三例幼虫という形になってしまったんですけども、じゃーん、いい感じでそこに居座ってくれてるなっていう感じですね。うまく運搬の中でも暴れずですね、来ていただいてるかなっていうところですね。で、この幼虫はですね、サイズは、こんな感じです。MC83-57 で、これ 30.6g ある、幼虫です。大型ですね、超大型ですか。で、メスですね、こちらがメスで、こちらも、当然、リーゴールの83系ですね。83-57 の同じ親虫ですかね、これ 16.6 と、大変、期待の持てる、幼虫ですね。森田さん、ありがとうございます。今回もですね、ちょっと紹介させていただきます。こんな形で、補強させていただいたという、幼虫の、里子をしていただいたという動画でございます。DG83 系でございます。これからですね、川西の補強がどんどん来るかなと思うんですけども、予算的にですね、なかなか厳しい状況でもあるので、ちょこちょこ、もしかしたら年明けになってしまうかもしれないんですけども、少しずつ、今度は川西の方向ですね、どんどん集めていきたいなというふうに思っております。はい、最後にですね、ようやく川西というところで、はい、ね、まず初めは、森田さん、ね、本家からの、幼虫の里子というところで、はい、ではアンキロン TV でした。ではさようなら。バイバイ。